今日は頻度を表す副詞というものを扱いたいと思います。頻度ってなんだっていうと、まあ、動作がね、どれぐらいの割合で行われるんだろうかっていうことを表すものになります。で、中学校レベルで代表例として挙げられるのはこちらですね。上から always、いつも、usually、普通とか大抵って言われる。often、よく、しばしば、sometimes、時々。これ S を忘れちゃいけないですね。S を忘れると別な単語になっちゃう。と、never、決してない。パーセンテージでね、これ表してる参考書とか辞書なんてのもあるんですけれど、こちらね、まあ、おおよそ決まってんのが always が 100%、never が 0% で、特になんかこれを 80%、60% とかじゃないか、50% とかっていう記述もあるんですけれど、特にこっちはかなり幅広かったりして、そんなパーセンテージでね、考えながら決めてるわけじゃないよっていうのがまず言って、あるのでこちら注意してください。で、置ける場所は自由度が基本は高いんですけど、もう見てわかると文中に20丸つけてますが、まあ、文の途中で使われるのが普通です。Always Never って後ろに置けないよとか、まあこれも Always と Never と書いてませんけど、ちょっと先頭に置くとちょっと順序が変になったり、特殊な場合にしか使えなかったりなんてのがあります。はい。で、基本的に習い方としては、よくね、be 動詞助動詞の後ろとか一般動詞の前なんていう風にこれらを置けばいいよなんていうね記述もありますが、まあ、一番効率のいい覚え方は何だろうなって考えると基本は、not の位置と にこれらを置いてしまえっていう発想なんですよね。はい。で、これをまず原則として覚えてくれると、まあ、幅が広がるかと思います。はい。例を挙げてみましょう。I go there. 私はそこに行きます。I can see you in the afternoon. 午後ならあなたに会えます。He's late for school. 学校に遅れる。遅刻するというですね。頻度を表す副詞、さっき言ったやつですね。Open とか、いつでも会えるよっていう意味で Always。まあ、時々遅刻しちゃうんだよね sometimes なんていうのをどこに入れるかって問題ですね。さっきの not の位置っていうことをちょっともう一回考えてみて、例えばこれなら I don't go there って言えるので、ここにこれを入れることができます。続いてじゃあ always なら、ね、I cannot って言えるのでここに入れることができます。最後もう分かったかな。そう He is notここに入れることが、したがって I often go there とか I can always see you in the afternoon とか He is sometimes late for school なんていうね使い方ができます。まず基本的なね位置、文の中での位置をちゃんと覚えた上で、本当は応用があるんですけれど、ここをしっかりものにしてください。以上です。You may feel like being alone, but I can be the one you need on now. The world is yours.